町空高く晴れ上がる富士を仰いで、東京をはじめ蘇他の各地から選ばれた国民学校高等科生徒250名余りが10月24日少年戦車兵学校に一日入校をいたしました。体操が終われば作業員に身を固めて、いよいよ待望の戦車登場。若獅子の兄さんたちが親切に教えてくれます。一日入校の生徒たちは、大東亜戦争の前途を創建に担おう少年戦車兵の猛訓練をつぶさに体験。国民学校を卒業したら、僕も必ず少年戦車兵になるんだと日頃の決心をますます固めました。